こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師のガク先生です。今日はですね、鼻水もしくは後鼻漏から痰が絡んで、それが咳になってしまう、それがなかなかずっと咳が治らないんですっていう方向けにですね、後鼻漏の根本の改善の仕方、もしくは咳の根本の改善の仕方っていうのを今日はお伝えしていこうかなと思います。これはですね、結構本当に根本的なところに迫って話をしておりますので、是非体質から変えていきたいんだ、そんな風に考えている方はすごく有益な情報になると思いますので、是非最後までご覧いただければと思います。それでは行きましょう。はい、今日はですね、特にその鼻水とか後鼻漏が喉の方に流れて、それで痰が絡んでしまって、そこから咳が出てしまう、そしてそれをどんどん繰り返してしまって咳が長引いてしまうっていう方ももちろんそうですし、あとは長年後鼻漏に悩んでるんですっていう方もですね、参考になる内容となっているんですが、今日はそのまず原因とその根本の解決、そこまでいこうかなと思いますので、最後までご覧いただければと思います。まずそういった形で咳が長引いてしまうとか、後鼻漏が出続けてしまうっていうことですよね。つまりそういった咳が長引いてる人って、咳が止まらないっていうことなんですけど、その原因には後鼻漏が、鼻水が喉に流れて、それを喉を刺激してしまっているから咳が止まらないんですよね。なのでこの後鼻漏を止めること、鼻水が喉に流れることを止めることをしなくちゃいけないんですけど、その原因としてはもちろん花粉症とかアレルギー性鼻炎、こういったものがあるとどうしても鼻水が喉に流れてしまうっていう現象が起きます。なのでまずそれ原因としては1つ目で、2つ目これが逆流性食道炎なんですね。なんか聞いたことあると思います。逆流性食道炎っていうのは、胃酸が逆流してしまって、それが喉や鼻の方まで入ってしまって、それで喉を刺激してしまって咳になったりとか、それが後鼻漏の原因になってしまって、それでまた咳が出てしまうっていうことがありますので、逆流性食道炎が原因の2つ目になってきます。で3つ目これが上咽頭炎という病気なんですね。うちのチャンネルをしっかりと見ていただいている方は、あ、上咽頭炎ね、うんうんそうだよねっていうふうに納得していただけると思うんですが、初めましての方もいると思うので軽く説明させていただきます。こちらですね、僕の相棒です。ちょっと寄りますね。上咽頭炎なんですが、ここがね鼻の穴で鼻鼻腔になってきます。でこっち口で、ここがベロで喉になります。で上咽頭ってどこかっていうと、鼻と喉の境目なんですね。鼻と喉の境目、ここです、ここです、ここですね。ここが上咽頭という場所です。ここに炎症が起きてしまうと、ここで鼻水が作られてしまって、それが喉の方に行ってゲホゲホゲホっていう風になってしまうんですよね。でこの3つ、もちろん逆流性食道炎に関しての対処法だったりとか、花粉症アレルギー性鼻炎に対する対処法、上咽頭炎に関する対処法、それこそ後鼻漏に対する対処法は今までうちの動画でいっぱいたくさんお伝えしてきています。後鼻漏とかそういったものは概要欄とかね、コメントの方にリンクとして貼っていますので、そちらをまずご覧になっていただくのも一つです。ただ今日はその先のところまで行こうかなと思います。その先です、はい、それはですね、やはりですね、人間の根本となる部分ですね。よくよく考えてみていただきたいんですけど、我々の今の体を構成している、形成している、これを作ってくれているのは何かっていうと、全て食事なんです。なのでこの食事を何をとっているのかによって体の症状が決まってくるっていうわけなんですね。よくよく考えたら当たり前ですよね。なので今起きている病気っていうのはたまたま起きているのではなくて、これまでの積み重ねによって起きている。これ何の積み重ねっていうと、食事ですよね。食事の今までの積み重ねによって今のこの症状ができているっていうふうに考えてください。なのでそこを見直す必要があるんです。で今まではその甘いものを食べないようにしてねとか、辛いものを食べないようにしてねとか、そういったことをお伝えしていたんですが、もっと根本的なところですね。はい、一番大切なのは糖質をなるべく控えるということです。糖質です。よくね、糖質オフダイエットとかっていう言葉があると思うんですけど、そういった目的ではないです。今これを見てる方はダイエットとかっていうことではなくて、健康になるためにこれを見ていただいてると思うので、健康になるためにまず糖質を抑えていくっていうことなんですね。じゃあ糖質って何かっていうと、具体的にはその白いご飯とかパンとか麺類、小麦粉系ですよね。そういったものが糖質になってくるんですが、どうしてもね、糖質ってやっぱりなんとなくやっぱ食べやすいですよね。ご飯もガッといけるし、麺もスルスルっといけちゃうし、パンもサクサクっといけるし、食べやすいものが多いんです。なのでみんなね、そっちに偏りがちになってしまうんですけど、実はそれがですね、体全体に炎症を引き起こしやすい物質になってるってことなんですね。ちょっと具体的に話をしていくと、糖質をですね取りすぎてしまうということですね。そもそも今皆さんが食べている現代の日本の食事っていうのは、そもそもが糖質過多になりすぎてしまっているっていうふうに言われてるんです。なのでそういった前提ちょっと聞いてほしいんですが、糖質を取っている状態だとどうなるかっていうと、体内にAGEsという物質が多くなってしまいます。このAGEsっていうのは AGESでAGEsって読むんですけど、日本語訳するとですね、終末糖化産物っていうものになってきます。このAGEsっていう物質、これはですね、今たまたま今耳鼻科の界隈、そして健康について話をしていますが、美容業界とかではもう当たり前の理論になってきてます。糖質を摂ることによってAGEsが産生されてしまい、それらが活性酸素というものを作り出してしまいます。でその活性酸素というものが炎症を引き起こすっていうふうに言われてるんですね。なので例えばですね、皮膚が荒れやすいとかももちろんそうですし、あとは内臓の調子が悪いよっていうのも、これも内臓に炎症が起きているっていうふうに言われてるので、これも糖質によって解決できます。でまさに今回の題である鼻の状態ですね。鼻とか喉の粘膜とか、そういったもの全てですね、炎症を収めていきたい。いつも咳が出がちとか、そういった方に関してはやはりこの糖質を抑えていく、そしてAGEsっていうものを作らないようにして、活性酸素を作らないようにして、炎症を起こさせないようにしていく、それが非常に大事になってきます。このAGEsについてはまた機会があれば詳しく説明していこうかなと思うんですが、このね、糖質を摂りすぎることによって、特にですね、咳とかいろんな症状が薬を飲んでも何をしてもなかなか治らないっていう方が中には多いと思います。そういった方は是非この糖質の取りすぎっていうところをちょっと意識していただいて、自分の食事で糖質食べ過ぎてないかなっていう疑問の目で一回見ていただくっていうところが非常に大事になってきます。なので私なんかも白いご飯あんまり取らないですね。じゃあ何食べたらいいのっていう話です。糖質よりも最も体に大切になってくるのがタンパク質というものになってきます。だいたい日本人の食事っていうのは糖質が多くてタンパク質が少ない食事っていうふうに言われてるんですね。なので糖質を多く食べてるということはイコールでタンパク質が少ない、不足しているっていうことになってくるんです。なのでおすすめとしては糖質を抜いて、その分タンパク質を多く食べる、それが非常に大事になってきます。じゃあなんでタンパク質が大事かっていうと、タンパク質っていうのは全ての細胞を作ってるんですね。つまりどういうことかっていうと、この皮膚もそうだし、髪の毛だってそうだし、目だってそうだし、それこそ歯だってそうだし、あと爪もそうですね。あとは内臓、胃の壁もそうだし、腸の壁もそうだし、内臓全てを作ってます。それがタンパク質なんですね。つまりタンパク質が足らないことによってどんどんそれらが脆くなってしまうんですね。そしてもちろん内臓とかが弱ってくることによって、人間の免疫力っていうのは一気にガクンと下がってきます。もちろん一個一個の細胞レベル、細胞がタンパク質でできてるって言いましたが、その主原料であるタンパク質がなくなってくると一個一個の細胞が弱くなるので、当然免疫力が落ちてくるというのはイメージつくと思います。それによって普段だったら起きない病気だったりとか、いろんな炎症だったりとか、アトピーとかもそうだったりします。そういったものが起きてしまうという形になってきます。なので糖質をカットするとともに同時にやっていただきたいのはタンパク質をたくさん食べるっていうことなんですね。実際にですね、僕もですね、タンパク質がメインの食事なんですが、たまに白米ではなくて玄米も食べるんですけど、タンパク質が主にメインになってきます。でやっぱそういった食事に変えてからですね、やはり肌の状態だったりとか、皮膚の状態だったり、体の体調だったり、そういったものがね、大きく変わってきました。で変わってくるとですね、やはりすごく楽しくなってくるんですね。なんかこう健康に近づいてるっていう実感、それこそ薬を使ってなんとか症状を抑えているっていう感覚よりかは、自らの食事、これが食べたことによって自分自身が健康に近づいてるんだ、そんな実感がね、すごく得られています。なので本当に根本から良くしていきたいよっていう方は、やはり糖質を抑えてタンパク質をたくさん摂る。タンパク質はもういっぱいあります。お肉だったりとか、それこそ僕がおすすめしてるのはプロテインなんですけども、プロテインをトレーニングしてる人とかそういった方ではなく、全人類が飲むべきだと思ってるんですが、そういった形で摂取していただくっていうのが大事になってきます。プロテインとかもね、また後日お話ししようかなと思ってますので、まずは糖質をなるべく抑えて、自分の今取ってる食事で糖質どのくらいあるのかな、取りすぎてないかなっていう目でまず見ていただく。ほぼほぼみんな取りすぎているので、糖質を取らないようにしていくっていうことプラス、タンパク質は足りてるかなっていう目で見ていただく、そこから始めていただけるといいんじゃないかなと思います。本当にですね、食事の重要性を本当に感じています。やっぱり自分の体はこの食事でしか成り立たないし、明日の体調も自分の前日の食事で決まってくるっていうふうに考えてます。なので、そういったところをしっかりとやっていただくっていうのはかなりいいんじゃないかなと思っておりますので、今日はそんな根本のところから変えていただくっていうのをご提案として動画で出させていただいております。こんな感じでですね、少しでも役に立ったよっていう方は是非高評価ボタンと、チャンネル登録ですね、あとはもっとその食事のこと詳しく知りたいとかありましたら、是非コメント欄で言っていただければ、いくつかね声が上がれば動画化も検討していきますので、ぜひ、コメントで声を上げていただければなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。